今日は稲田先生おみ足を運びくださいまして、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今ねお国のために大変だと思いますけども、はい、それ以上にお国が大変になっちゃったという、さぞかしと思いますが、秋山さんね、はい、最初に何か僕は例によって新聞テレビの方の報道番組あまり見てないんだけども、はいはい、何か民主党の前原さんが国会で何かもう中川翔一さんに勝るとも劣らぬ大暴言を吐いてたってあなた怒ってた、見ましたね、うん、なんか我々詐欺って言うのがやるやる詐欺って言い方ですね。でいきなりあんたはやるやる詐欺の誰に対して総理に出して、いきなり言うから、うん、でえもうちょっと言い方ないのかよって、うん、単細胞だなお前はって言い方、うん、でまあふざったらね、うん、まあやるやるって言いながら全然実行しないで、うん、むしろそのやるやる詐欺と言われても失礼な言い方だけども、うん、そう言われても仕方がございませんよっていうような言い方をね、うん、僕の素人でさえそういうふうに礼を尽くしますよ。僕ねもう昔たく20年ぐらい前ね、まあ、名前挙げちゃうけどかの有名な俵総一郎キャスターがね、まあ、そのテレビ界に登場した頃かな、はい、やっぱり政治家を呼んでね、あんたはって上司だったの。僕ね政治家って我々のね代表者でしょ、 それに向かって言葉遣いが悪いなと思って、僕はねもともと言葉遣い良くないんだけど、でもねやっぱりさところどころでね、やっぱり相手は、相手を見て物を言えってことがあってね、でも最近の国会僕は見てませんけどあれで大変でしょう、まうね、毎日出席なさってアホな議論の相手せねばならんというのは今の話ですけど、前原さんがね、はい、総理に向かって、はい、もう解散をやるやるって言ったのに、やるやる詐欺じゃないかって、ね、言われて、 あれはでも地元でも評判悪かったんです。だから地元は福井福井なんですけど、地元が前原さんのあれはあまりにも下品だったし、あんな詐欺呼ばわりはないだろうと、総理も詐欺っていうのは犯罪ですよっておっしゃってましたから、あれはかえって民主党の前原さんにとってはマイナス、あんな質問するのはって思いましたけど、逆効果なんでしょうね。そうですね。あと石井先生が予算委員会で漢字を総理が書かれた論文の中から難しい漢字を出して読めるかどうかをテストするって言われて、それもちょっと予算委員会でやるべきことじゃないし、ね、評判悪かったですね。そうですよね、あれです僕なんかね、まあ、ここはあるから使わせてもらうけど、ずいぶん前だけど、え、何て言いましたっけ、投資の投でどうしちゃったっけ、水買いってことだよね、それで、もういいや、これをね、これを復讐と呼んだと、僕なんかこう思ったんですよ。改革は踏襲するというふうにおっしゃったようだけどね、でもいわゆる小泉改革はもう不襲を放ってるわけですからねそういう意味を込めてね、やっぱり麻生首相は改革は、まあ、不襲するっていう動詞はないんだけどもちょっと端折ってね、不襲を腐った匂いを放ちつつあるというふうに言ったんだろうなぐらいしか思わない。それぐらいの余裕が欲しいですよね。漢字が読めないって。そういえばなんかこれもなんか今僕の病診の妻が、はい、病診の癖して僕よりか情報に詳しくて、はい、あなたは中川翔一さん、僕北海道なんです出身が、中川さんもね、私自身のけじめとして大変なことになってるわよってつい、昨日だか弟言ってましたね。それで確かめてみたらどっかで何かちょっと酩酊記者会見を、あれそれはどこですか、ヨーロッパの、イタリアの G7 の会合の後の記者会見でちょっと路列が回らなかった、ね、それね自民党大変だと思いますけど、ただ僕なんかそうなってくるとね、僕ら秋山さん、僕が高校生中学生かな、時の最初吉田茂さんがね、なんかバカ野郎とかって、今西村慎吾さんのお父様かな、バカ野郎解散あって、それと比べたらね、別に中川さんバカ野郎って言ったわけじゃないし、それプラスね、みんなね、みんな記者会見って言いますけどね、あれさ、記者って簡単に言えば新聞記者でしょ、新聞社ってのは何ですよ、言ってみれば私企業なんですよ私の企業で、
儲けをね、目指してですね、いろんな言論とかいうものをやってるだけでね、もちろん昔でしたらね、世のため人のための言論だったんだけど、大概ね、世を騒がすための、そして騒がして利益を儲けるためのね、そういうね、あの新聞記者風情に対してはね、やっぱり吉田首相でしたらね、バカ野郎って記者会見で言うはずで、それをね、言わなかっただけでもいいじゃないかっていうふうなね、ジョークぐらいどっかから出てこないからですね。いや、これは柳先生答えにくいから言ってもらった本当ですよね。だから周りの人もさ、分かってると思うんですよ。なんかちょっと疲れて、大体がもうあの長旅でね、緊張してるのに行ったらね、もう実感さってきついですよね。でお酒飲んでちょっと元気になって、でも風邪薬なんか飲んだらこれはもうかなりロレツマン、これでも、いや、もう僕もちろん岡山出身ですからね、まあ中川翔一先生には失礼だけども、もう週刊誌もね、いろいろ言ってるから言っていいと思うけども、いささかね、そのなんて言うんですか、酒癖、酒のね、癖において、要するにそのトラブルが多い話は昔から聞いてますけどね、でもね、僕はそこだって、我々ね、まともな公民でしたらね、政治とね、酒の癖っていうのは直結する場合もありますけどね、全く別のことも、例えば酒の癖があまり良くなくて立派な政治もやる人もいるでしょうしね、犯罪は別ですよ、でも犯罪でなければね、まあ少々の批判はいいけどね、こうまでさ、わー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 、しかもね、もうやめられたんですしね、もうね、責任取ってやめられたので、これ以上もう追及しなくてもいいですけど、今日も予算委員会ずっと中川大臣の、酔っ払ってたこと、酒乱だということを知りながら任命したじゃないかっていうことをずっと聞いてましたけど、だってさ、立派なもんでしょ、知らんでしたらいいけどね今の対談の人はさ、普通の正気でね、はい、酒も飲まずに正気でおかしいんですよそれと比べたらね、僕が最近非常に不愉快なのはね、あの小泉純一郎っていう人物ね、はい、ちょっとあの稲田さん怒られたら聞いてほしいけどね、なんかちまったの噂では、あの稲田朋美先生は元小泉チルドレンご一党のお一人だったって聞いたけど、立ちどころに立場をね、おかしいじゃないかってことで、その変えられて、やっぱ素晴らしい女性だと思ってるけど、それはともかくね、最近何か例の郵政改革を、あの麻生首相がね、3年見直すと、当たり前で、なんて業績も悪くてサービスも悪くなればね、見直すの普通のことで、そういうことになった時にね、なんか勝手に笑っちゃうほど呆れる、ね、そもそも大の大人がね、なんとかしちゃうなんてね、用事を使うんじゃないと、普通はね、笑ってしまいたいほどとかってね、うん、大人の言葉で、いや、使えてもらってるけど、笑っちゃうほど呆れるとかって言ってね、それがまたさ、天下の一大事みたいになってね、僕はね、本当笑っちゃうような国民ですよ。そうですね、いや、もう笑いたくもないね、堂々とね、郵政改革なんていうものはさ、もう、天下のね、私はそう悪性なんですからね、そのことをね、一度あの時、しかも あれです、ごめんなさい、ちょっとあんまりちょっと喋りすぎだな、いいじゃないですか、すぐ終わるけどね、やっぱりそのちゃんと麻生さんはね、自分の本心はね、これは問題あると思ったけれども、やっぱりその自分組織の一員で、しかもあの時閣僚でしょ、そうですね、はい、閣僚ですからね、それについて言えば消極、まあ、簡単に言えば消極的支持に過ぎなかった、そういうことを吐露するだけでもね、非常に正直な方、それどころかね、稲田さんからご発言願いたいけど、僕はね、知ってますよ、今やね、単に自民党のみならずね、民主党だろうが、この他の国民だろうの、おそらくね、8割はね、とんでもない改革でしたなっていうのが本心でみんな共有してるんですよね。その本心をね、それを代表したら、その途端にですよ、笑っちゃうほど呆れる、自民党分裂か。うん、それだけじゃなくて、この定額給付金も3分の2を使うのはおかしくて、自分は欠席するっていうことをおっしゃってますけど、それこそ笑っちゃいますよね、なんでそんなことを今、しかもやめて息子さんに継がれるわけですよね、何もそんなこと言うことないじゃないですか、ね、笑うでもね、この笑いとさ、かけるかな、どうでしたっけ、ああ、交渉の方、え、
なんか回るかな本当は書けるんだけど緊張して書けなくなるんで結構あるんだよね。笑うって本当に嘲笑する一丁にね、これね、こっちの方はアハハって笑うですけどね、やっぱり小泉発言その他はね、本当にあれですよ、心底ね、この軽蔑の念を持って笑うしかないっていうのがね、ところがそれがね、あたかも何かさ正義のように扱われるんですよね、どうして先生その政治家なんてつまんないものに なられたんですか。いや私もね、政治家になるまで政治家が何やってるかほとんどわからなかったんですけど、あの安倍元、あの総理からのお誘いを受けて、それで何も分かんないままになってしまってびっくりですね。永田町がこんだけバカげたことやってるのかということで、本職は弁護士さんですよね。弁護士会もひどかったです、ね、検事でやられたらもうみんなもうあれですね、あれで糾弾してもらいたいですみんな死刑ですよ、あれについて来たるべき、総選挙ではね民主党対象とか言っていいんです。僕ね、ここまでね民主主義政治が乱脈になればね、それは与党だ野党だって政治家本個人にとっては大変なことでしょうけども、あれで国家の問題においてはね、そんなのね、僕に言わせばもちろんあれでしょ、自民党の方はね民主党よりかはね少々かかなりねいいんですけどね。民主党になったら大変ですよ。そうでしょ、人権擁護法案とかですね、それから、外国人の参政権の問題ですとか、そういう、ことが全部民主党になれば通っちゃいますよね。そういうことを考えるとまだ自民党の方がいいと思います。そうですね、でもね考えてみたらさ、ねじれ国会でもねじれが日常になっちゃったけど、元を正せば日本国民のおつむがねじれてるんですよね。だってあれでもね、一方であれですから、なんていうか郵政改革で郵政選挙で小泉ご一党にね山ほど票を出してですよ、次のねあれですもんね、安倍さんの時ですよ、今度参議院で民主党山ほどやってね、一体お前さん方ね、どっちを支持してるんだいというのがその選挙民のおつむの状態ですからね、これは政治家の責任じゃないんですけど、でも元を正せばね、これ、柳田さんのことは存じ上げないけれども、やっぱりあの長きにわたった平成改革、とりわけ小泉改革ね、あれ政治家の皆さんね問題多いなってこと分かりながら世論がね改革に大賛成で、それに逆らえないのが政治家の悲しいところでね、それで賛成したでしょ。ところがね、今本当に必要なのはあのアメリカですらですよ、アメリカが言ってるチェンジっていうのはこの前もこの場で話したんですけれどもね、要するにそのあれですよ、マーケットファンダメンタリズムその他のね、これまでのアメリカのやり方をチェンジするってことでしょ。そして日本の改革はアメリカのやり方の真似をするって改革だった。それでもしもね、オバマをね、オバマ万歳って言うならですよ、日本の改革は間違いだったと、改革からのチェンジってことをね言わなきゃいけないんだけども、実は皆さんね、これは実は政治家だけじゃない、マスメディア関係者は全部そうですからね、悪い改革と煽り立てたのがあの記者、あのキャスターその他でしょ、だから彼らもそれを言えない、でおそらくみんなでなんていうの、なんていうかな、すくんじゃってね、あの改革こそ巨悪の、なんていうかな、諸悪の元凶であったという、お願いですから先生、猫に鈴をつけてください。本質的にやっぱり市場原理主義とか構造改革とか規制緩和とか、ずっとアメリカの真似してやってきたことがあのサブプライムローンの破綻につながったんだから、それをチェンジするっていうことをまず言わないと、私も麻生総理にはそこを言ってほしいですね。だから麻生さんを弁護すると、麻生さんはね、それは言わなきゃいけないって分かってるけどね、これまでの流れがあるから、うちの父が実は天津省の役人だったんですよ、だから草葉の陰で泣いてんじゃないかなと、僕なんか分かるんですよ、いろんなとんでもないことしてもらったなと僕は思ってるんですけどね、これはまあ個人的なことですけど、だからやっぱりそこの本質をまず総理に、郵政民営化に反対だったっていうんじゃなくて、構造改革だったり、ね、市場原理主義だったり、アメリカナイズされることについて、やっぱり見直すべきだと思うっていうことを言ってもらったら、全然違うと思うんです。稲田先生の大まかなこう
計算として、うん、今のね与党、与党とは自民党ですけども、はい、自民党の中にね大体その何割ぐらい今その稲田さんの、うん、志というか気持ちでもいいんですけどね、うん、共有、そうか、気持ちって言えば8割方気持ちは共有してるんでしょうね、うん、それを出す8割方共有してても、うん、やっぱり選挙に勝ちたいっていうことが先に、ね、政治家出てしまうので、やっぱり今のマスコミは何と言っても改革派対主級派とか、うん、そういう、あの流れで捉えてしまいますから、なかなか思ってることを言えてないんじゃないかなと。ですからね、ねじ、こんな日本国民もねじれがそんなに大好きならね、うん、ね、改革からさもう一回ぐるっとねじってしまえばいいものひと回りしちゃうと改革だけは ねじらせないでね、なんか改革だなんてまだなんてぼやいてるんですね、政治家もね、まあ、大変ですね、変ですよ本当に。だからもう早く選挙してね、うん、一旦こうギアするにしても、言いたいことを言ってギアしようと、うん、そうですね、うん、でもねこれは政治家の前に本当あれですね、糾弾さるべきはその世論というものをね、うん、誘導というか誤導しっぱなしのね、うん、マスコミ、マスメディアですよね、うん、それは本当にね、やっぱりこの人間たちをね、一体誰が成敗できるのかっていうね、秋山さん頼みますよ。それか西部先生ももうマスコミに出てとにかくそこを言ってほしいですね。いや僕はずっと言ってるけどもね、うん、MX には失礼だけどさ、言いたい放題言わせてくれるのは、こういう小さな、とてもじゃないマスメディアじゃないんでしょうね。僕よくわからないけどね、ミディアムでもない、やっぱりミニメディアかなっていうところしか言いたいこと言わせてくれないんですよ。でもこれあれですね、別にテレビに限らず至るところ、今やもうなんていう雑誌だろうなんだろう、全部そうです。そうですね、もうね、もうとにかく自民党の中で頼りになるのは西田昌司ぐらいですよ。本当に昌司君がね、あれ参議院でしょ、参議院っていうのはあれですか、あれ6年間6年ですね、選挙ない、選挙ないでしょ、はいね、そしたら6年間言いたいこと言えるって言うんですよね、はい、今度は稲田先生も福井県で、はい、もう不幸にしてもしも落選されたら参議院に行って6年間断固としてね、主張するという、なんかね、それも面白いかもしれませんね、でもなんとなく私はね、西田さんに衆議院向きだから衆議院出たらって言ってるんですよ、まあ、彼演説もあれだし、ね、やっぱり選挙したい、選挙ってある意味戦争だから面白い、うん、勝たないと面白くないんですけど、面白いですから、6年に1回しかないっていうのもちょっと寂しいかなと思うんですよね、だからぜひ西田さんにも衆議院になってね、やったらっていうことを私はむしろ反対に進めてるんですけど、いや分かります、本当に今ね政治家やってたらよほどね、でもなんとかな、稲田さんなんかもタフなんだろうね、僕想像してみる、あんなわけのわからないね、本当はさ、イエスがノーでノーがイエスみたいなね、わけのわからない議論の中でね、僕ならもう気が小さいからもうすぐ胃弱でね、胃潰瘍を起こして入院だけどね、出てきてない、皆さん堂々と、ね、やりまくって、でも言いたいことをやっぱり言えない人は正しくないでしょうけど、もう言いたいこと言うんです。なるほど、自分が正しいと思ってることを言って、そしてちょっと味方が欲しい時には西田昌司メールして、すぐ来てと言って、で来たら彼がね、自説を言いますから、小泉行動改革間違ってたとかいうことを言いますので、言ってくれるので、やっぱりもう言いたいことを言って、それで行こうかなと思ったら、ちょっとね話がねずれるようで恐縮なんだけど、こんなこと感じません、僕の知ってる限りね、やっぱり稲田先生をね、なんていうんですか、支持している、ね、人たちっていうのは、まあ、これは言論思想方面の言い方だけども、いわゆるね、その反左翼系の人たちが多いんですよ、はい、まあ、左翼っていうのは視聴者のために言えばね、朝日新聞だとか毎日新聞だとか、出版社で言えばあんた岩波だっていうふうなね、戦後の綺麗事言ってる連中たちに対して断固と戦うと、靖国のどが悪いんだってね、
大東亜戦争のね、うん、侵略だって言うけどさ、うん、大東亜戦争は基本的には自衛戦争でないかとかね、うん、そういうことを堂々と言う人たち、うん、実は僕もね、うん、ほとんどのテーマにおいてね、うん、そういう人たちの主張には僕賛成なんですよ、うん、あっ、テーマで結論になるから、うん、でもね、うん、一つだけ言うと奇妙にもその人たちですよ。例えばアメリカ問題になってきたらね、親、うん、米で行きますとかさ、うん、アメリカイラクに行ったら僕らもね行きましょうって人がね、うん、多いし、のが一つ。それからもう一つ気になるのは、うん、こんなこと言っていいのかな、あのそういう方々のかなりの部分がなんかこうユーモアが足りんって気がしますね。で、なんかこう視野が狭いと悪いんですけど、うんね、こうそう幅がないっていうか、自分のこれだけに合わないと徹底的に批判されたりして、私も国籍法の時にあの DNA 鑑定を入れるのは反対だったんです。で、まあ、国籍法自体はおかしい、改正しておかしいと思ったけども、でも DNA 鑑定入れるのはおかしいって思って、そこがあのちょっとずれると徹底的に攻撃反対にされるんですよ。だからなんかこう幅はもっとね、あのいろんな意見があるわけですから、ちょっと幅が狭いなって感じ。英語で言えばその英語で言う必要もないけど、パラノイアって言うんでしょうけど、書いちゃおう。え編集編集そういうとこがあって、ね、あこれ書けた、書けた、何言ってんだ。変質するね。今言ったようなさ、DNA 鑑定というね、大きな問題、これはもうあれで歴史、本当に人種的、歴史的、文化的、政治的にね、大きく議論しなきゃいけない。その時の DNA 一つだけで絡んでくるっていうのは、非常にこうパラノイアックな人たちが多いんですよね。だから反対に攻撃してくる人は、左じゃなくて、うん、同じ右の中で、うん、ちょっと違ってるっていうことで攻撃されることの方が多いんですよね。そうですね、まあ、それちょっと残念やなと、うん、それで僕昔ね、なんか500、600人もいた大きな反左翼の集会でこんなこと言っちゃったんですよ。左翼っていうのは長い間やってるとバカになるんだと、うん、その右翼って言ったんですけどね、反左翼でいいんだけど、その系統の人は、うん、生まれつきアホの人が多いんだって言ったんですよ。でもね、やっぱりそれはすごい右翼だった。右翼なかなか愛嬌があってね、はい、みんなニコニコ笑ってるんですよね。だからまた右翼と反左翼も違うんですよね。あ、右翼と反左翼は違うんですか。こう気持ちの上でね、つまりその反左翼はそのアンチなんですよね。もうアンチの攻撃、それで要するにその何でも巨大な敵に見えて、それをねもう批判して怯えながら批判するっていうのはアンチ、反左翼で、それに対して右翼っていうのは感情的にね、最初から生まれた時から天皇陛下万歳とかさ、秋山さん右翼じゃないの、違ったね。まあ親父はそうだったような気がするんですよ、もちろん。なんかね、この秋山さんのお父様は、あの、ね、全然あの拾った後期のなんか、ね、の母の言ってることなんで、亡くなっちゃったんですけど、はい、なんか秘書になるってことを、はい、父が言って、はい、博多出身なんで、うん、まあ、現用者系っていうかね、うん、どう調べるとそうらしいって言ってけど、まあ、うん、いろいろあるんですよね、うん、母はね、僕を政治家にさせないって言ってた、絶対芸術家ならいい、うん、そういう言論戦思想戦のところとかなんかで、はい、もう本当にあれですね、これをねじれというかさ、うん、昔ね、稲田さんの時代あったかな、うん、僕らの頃ね、木印って言葉あったんですよ。ありましたよ、木印。これね、木が狂ってるって、今差別用語だけで使っちゃうと気違いのことですけどね、あいつは木印が入ってるぜってね、言い方してたもんですよね。で、僕はもうちょっと丁寧に言うとね、別に新聞記者も政治家もね、学者も評論家も、その精神病理学的に木印だと思わないけれどもね、やっぱりこういう世の風潮にね、ずっともうなおともかく迎合しよう、馴染もうと、そういうことを長年やってるとね、やはりその言葉とか行動がだんだんあれですよね、うん、そうですね、ですよね、うん、でも政治家ってある一面ちょっと狂気的なところがないとなんか大成しない気もしますね、自分が正しいって思ったらそれをとにかくとことんやるんやと、素晴らしい、やるんやと、僕はね、そのあたりのですね、うん、何の役にも立たないので、うん、その方面でしたら、あの秋山先生にじゃあ今晩今晩相談するということで、はい、もうね、時間が来てしまったそうで、はい、もう本当に30分の番組であの恐縮しました。またお会いください。また、寄せていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。
本日は今時の政治家も大変であろう同情億あたわざるであるという話になりました。次の回はこの番組の、バックグラウンドミュージック、お気づきの方がいるかもしれませんが、エーレライズという若きラップグループのミュージックが奏でられておりますけれども、そのですねご本人たちお二人をお呼びいたします。お一人は斉藤七松報告俊介さん、もう一人は山崎八甲宇宙高文さんという恐ろしい名前の方を二人呼んで、音楽および音楽と政治の関わりなどについて語りたく存じます。よろしくお願いします。